Hello, welcome back to another episode of Dragon Ball Z Kakarot here, and thank you for dropping by, and we're going to be continuing on a little bit more in our story today. So we're actually heading over back to Bulma, who is actually waiting for us. And if you like the content so far I am coming out with, please give me a like button, and please do subscribe to the channel here. So let's continue on the game. Alright guys, let's continue on, and looks like something's coming on our way here. Vegeta! Isoide kakurenakya! Dokoka ni kakurerare sou na basho wa... ん？前方に強い戦闘力が突然。いや、気配が消えた。バカな。何者だ？さっさと姿を見せんと、この辺り一帯を吹っ飛ばすぞ！待って。僕だ。ほう、カカロットの息子か。ドラゴンボール、まさかそいつは。プレゼントされたんだ。貴様の仲間のツルツル頭にな。お前、クリリンさんを殺したな。そうしてほしいんなら、今から引き返して殺してやってもいいぞ。え？感謝しろ。すべてのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやった。すべても？あ！その手に持っているのは何だ？え？これは時計だ。そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもんだぜ。ところで、カカロットの野郎もここに来ているのか？来てないよ。そうか。そいつは残念だったな。地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ。今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。助かった。That was close. クリリンさん。クリリさん、これ、見つけたんですよ。やったぜ。そいつを待ってたんだ。So a little fun fact here, for the Japanese voice actress who voices Krillin also voices the One Piece main character Luffy as well. ごはんくん、えらい。実はさっき、ここがベジータに見つかったんだ。急いでこの場を離れないと。大体はわかります。僕もベジータに見つかっちゃって。え？このボールはなんとか隠したので見つからずに済んだんです。お前もラッキーだったんだな。とにかく急ぎましょうよ。ない！バカな！あの崖にあった場所は、ここと地球人のいたところの直線上だった。しかし、ボールをどうやって探し、あの崖が持っていた機械、あれは時計じゃないな。あのガキども！
あ、Vegeta が14。舐めやがって許さんぞくそー消えがったとか地球人どもめ生意気な真似をしやがって奴らもこっちの持っている六個をいつか必ず狙ってくるはずだ。その時こそ覚えていろよ。Okay, so the previous battle we had versus Zarbon looks like we've got an S rank total. 来たぞ。ほっ、あの高い山、あそこがそうだよ。There we go. Gohan! Get up! Huh? Masaka! Bitch! Gohan! ここは俺が時間を稼ぐ。お前は最長老のところへ行け。 Oh no, what, we're separating? はい。舐めた真似しやがって。さあ返してもらおうか。俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボールを。一体何のことだ。とぼけていろ。すぐに喋らせてやるぜ。お、おさくてバロヒ。これはすごい。あの、力を引き出してくれるって。はい。あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただ、それに対する抵抗感も終わりのようですね。そこから力を引き出すためには、少し手間がかかります。すいません。なんとか急げないですか？大丈夫です。いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すのです。心を落ち着けて答えてください。Now, I'm just wondering how much can he unlock here for Gohan's power? はい。あなたは大きな力についてどう思いますか？There's three choices. I want to say it excites me. それはあなたの真実ではないようだ。もう一度かん、あなたは。What do you think of great power?そうですね。あなたにとって力とは怖いものかもしれません。ですが、あなたはそれだけではなく、力の可能性も感じているはずです。では次の質問です。それでは、力はどんな時に使うべきでしょうか？When should power be used? Only when it has to be used, I reckon. そうです。力は必要な時に振るうものです。最後の質問です。あなたは力を得て何のために戦いますか？ So getting new power, what am I going to be using it for? To bring everyone back to life?Eradicate evil or to defeat Frieza. それはもうあなたは力。そうです。それがあなたの戦う理由です。だから
そのことを忘れないで心を落ち着けてください。はい。では行きますよ。Boy, we got 141,000 experience. That's huge. なんだ、中に誰か嫌がる。ボールを隠したのはここか。待て、ベジータ、待ってくれ。帰れ。中には入れさせんぞ。死にたいらしいな。ん？この中から強い戦闘力か。そうか、カカロットも来ていやがったか。何？貴様か。なぜ基本パワーが急に上がったんだ。でんで、すぐ皆に知らせよ。得体の知れぬ大きな力がこのナメック星に接近していると。はい。ねえ、何者かがこの星に近づいてるって。最長老様が。あ、きっと悟空だ。悟空がとうとう来たんだ。え、そうかな。数が一つじゃないような。一つではないだと。まさか。1、2、3、4、5。くそったれ、間違いない。この木はギニョ特戦隊だ。Oh, the Ginyu Force is on its way. フリーザのやつ、ギニュー特戦隊を呼びやがった。I'm just curious how strong these Ginyu Force members will be in the game. 貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな。そんなことできるはずないだろう。約束してやる。俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん。騙されるもんか。いいか、ギニュー特選隊ってのは今の俺、いや、それ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。道はたった一つしかない。俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。こいつの言ってることは本当かもしれん。確かに邪悪な大パワーが5つ。しかし、それじゃ俺たちは何のために。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもきっと叶えられるだろう。 So these Dragon Balls here on Namek slightly different to the ones on Earth. Like you said, we have 3 wishes, whereas the ones back on Earth only give you 1. 3つ？ 1つじゃないの？早くしろ！間に合わなくなっても知らんぞ。わかった。ついてこい。約束だけは必ず守ってもらうぞ。くしょう！目いっぱい飛ばせ。やっと到着しましたね。リクルーター、チェイス、ベレダ、ギニュー、みんな揃って、ギニュー特戦隊。待っていましたよ。
ありがとうございます。フリーザさん、今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の集めたドラゴンボールを奪って逃げました。死なない程度に痛みつけてここに連れてきてください。たやすいご用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。フリーザ様、ご注文のスカウターはこちらに。ご苦労様。では行ってまいります。お前たち準備はいいな。ファイト。グロマさん、ドラゴンボール持っていきますから。な、何？何なのよ、今ベジータもいなかった？や、奴らも動き出した。さすがに早いぞ、腐ったれ。お願い、間に合って。Alright, let's quickly. So we've gone up, looks like 3 levels with Gohan. So Vegeta's now also on 27. And we've got Krillin at level 16 here, so. 急げ、貴様ら！あっちだ！ Okay, we've got Vegeta constantly telling us to go to his hiding spot here. 強そう！よう、ベジータちゃん。早い、接近がわからなかった。くそ、もう少しだったのに。おや、もしかするとそいつがドラゴンボールってやつかな。後ろに5個、お前たちが2個。全部揃ってるじゃないか。貴様たちなんとに渡してたまるか。では強引にいただくまでだ、グルド。はっ。うわ、なんで。グルドが一瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。これで7個すべていただいた。あとはお前たちの始末だな、ベジータ。お前は俺が痛めつけてやる。Probably close to level 30, I reckon. I'm gonna be quite tough to fight. そりゃないですよ、義乳大将。この前も美味しいところ持ってったじゃないですか。ずるいっすよ。そうだったか。じゃあ、リクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。仲良くやれよ。俺は優しいだろう。最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていこう。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。さてだ、グルド、お前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よし、行くぞ。木を解放しろ。 Come on, Gohan, Krillin. Ah!
ただのチビじゃなさそうだな。一瞬で決めるぞ、ご飯。Oh, jeez. I can't. So Guido's level 25, eh? Alright, there we go. Watch out for that. Let's charge up. Ah. Cool, thanks, Krillin. Nice. Oh no! Glenn, help! Here we go. Whoa, what is this? Whoa. Ah, not again. Nice. Oh, here we go again. Not again. Oh, God, again. How come? Whoa. What the? That's just way too close. Oh.
Yes. この俺がこんなチビどもにやられるとはな。頭に来るぜ。おいおいおい、グルドのやつやられちまいやがったぜ。困ったぞ。一人欠けては特戦隊のスペシャルファイティングポーズは美しくない。義勇隊長に4人でできる新しいポーズを考えていただかねば。なんとかなりましたね。ああ、この調子で悟空が到着するまで粘れれば。甘い夢を見てんじゃないぞ、貴様ら。グルドなど奴らの中でも可愛い方だ。これからが本当の地獄だ。What? He's the weakest. ベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。他のチビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。Oh, I have a feeling he's gonna be a lot powerful than all of us. ベジータちゃん、前より戦闘力が高くなってるね。その余裕が頭に来るぜ。なかなかいい。思ったよりやるじゃないの、ベジータちゃん。お、化け物め。この俺がまるで赤ん坊扱いだ。行くめ。Let's charge up here, Vegeta. What the? What the? What the? ビシッとした技はないのか？ないなら殺しちゃうけどいいか。お命ちょうだい。ふざけやがって。はっ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 大丈夫か？まさか、もうくたばるわけじゃないよな。行くね！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 やりっこほう！行くね！行きたいじゃない！ナイス、ユー！ナイス！おー、that was tough.Whoa, Big J just found a flash. Hey, 準備運動はここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。素晴らしいですよ、ギニューさん。こんなに早く7個すべてのドラゴンボールを持ってきていただけるとは。フリーザ様にそう言っていただければ光栄です。夢にまで見た不老不死がまさか現実のものになろうとは。さあ始めましょうか。ドラゴンボールよ、
このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。もう不老不死になられたのでしょうか。いいえ、そうは思えません。何か暗号があるのですね。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が、ナメック星人にそれを聞き出さなくては。お？明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が連中の扱いに慣れていますからね。ギニューさんはここでドラゴンボールを見張っていてください。わかりました、お任せください。チェ、どいつもこいつもつまらねえカスどもだぜ。ま、一応三匹ともとどめを刺しておくがな。うせい。なんだ今のは。どこのうち。悟空だ。つこくう。イェーイ。やっと、悟空が来てくれた。Okay, so we've looked like just got a rank of A there, guys. We couldn't get the S. クリリン、ご飯、ブルマ。悟空、ついに到着。修行が与えた超絶パワー。ご飯、クリリンもまずいぞ。死にかけている。すぐ近くのデッキ機が3つ集まったとこだ。Okay, so we got a huge amount of experience points for Goku here. So Goku's Spirit Bomb Super Attack is now available to him, which is good news. So head to where Goku, Gohan and the company are here. So guys, I will be stopping the video here today. I hope you guys are enjoying it so far, and stay tuned for the next video. Please hit the like and subscribe button. We're going to be continuing on here for the next part, where Goku will now come and face the Ginyu Force, especially Riku. So stay tuned, guys, and I'll see you in the next video. Take care.